人間と戦いよいよあの葉信長が命ずる破壊神を撃て何千の敵を突破する俺も行こう戦つ否前人とした破壊神のもとへ向かうのだただし無理はすぐでないぞ心配ご無用我ら決して犬死にはいたしません。貴様の力はこんなものではない。この血あらみたまずはうちも協力するで。ラキちゃんの頼みやもん。私を足止めに使うと。まあいい。うまく奴らの目を欺くとしよう。手は抜くな。そうでなければあの女も納得しよう。ダッキの目が戦おう。難しい。悪いのは本気でなく減してやったのだ。言っておくがこれが私の実力ではないからな。それで行け。我らはこの道を守る。決して敵は通さない。早く破壊神をまとめ。信じておった。我どんな人間を見て引かず。ここでイナが倒れては世界が。全てを滅ぼす。望み通り滅ぼしてやろう貴様を。なんて凄まじい力。いな、ひるむでない。この支柱に活を見出せ。オロチ様、あの時オロチ様も復活していたの。これじゃオロチ様と戦うことになるけど。それはそれで楽しそう。オロチが二人か。面白い。俺も戦うぞ。待って、呂布さん。どうせ乱入するならオロチ様たちの戦いが盛り上がってからにしましょう。ふん。ならば俺は家康でも片付けておこう。呂布さんを御すのって本当大変。この歌信長さんでもいたぶって話すっと。敵は殿と信長殿を狙うか。やらせはせぬ。その後、奴から生まれた幼者も倒れる。悪くない座標であった。日の本の将、それに戦海の者たち。そうだ、すでに我らは仲間とも出会っている。やるな。私ももっと武を磨かねば。いえ、イナの方こそ危なかったです。
あなたの鍛錬のほどが伺えます。お見事でした。なりませぬぞ玉殿、タッキ殿、我らは守備に徹すればよいのです。すべて戦の目王の主、足並みは揃わぬか。こうなっては我らも援護に回るしかない。我らも動かねば怪まれるか。家康殿を守らねば。平八、これにあり。ここを通してはならぬ。何故我の前に貴様を滅ぼし、すべてを終わらせるため。それとも貴様が我を終わらせてみるか。ダッキたちを欺くにして過剰な演出だ。引くとしよう。なんと頼もしき戦ぶり。見事に磨き上げられた武勇。信じておった。限界か。破壊神を